200万ドルの死者は1961年に刊行されたエラリー・クイーンの推理小説。クイーンのハウスネームによるペーパーバック書き下ろしの最初の長編。クイーンのマネージャーが出版社に売り込んでスタートした企画で大筆者が執筆し、リーが監修、キャラクター原案などを担当したとされる。クイーン名義画が実際には SF 作家のスティーブン・マーローが執筆した。 作品である。事件や実は、組織暴力の親玉として、裏世界に君臨する、ストリート一家のボスバーナードは、新たに遺言書を作る。命の恩人である、チェコ人のミロハーハに、200万ドルを譲り、妻には、残りのシタガ金のみ残すというのだ。突飛な遺言にたまったものではない妻エステルは、組織の幹部スティーブンに相談する。スティーブンは、 母の所在を確認しに、弟アンドリューとヨーロッパに旅立つ。ところが、留守中に、バーナードが殺し屋に殺されてしまう。オランダでは、アンドリューが母の恋人だった娘ゲルトレードに接近する。そして母の生存を確認し、チェコに潜入したが、彼は、清掃の道具にされようとしていた。ありがとうございます。